皆さんこんにちは、オギのキッチンスタジオです。本日ご紹介するのはフライパンでできるローストビーフです。難しいイメージがあると思いますが、意外に簡単に作れます。では材料を見てみましょう。ローストビーフに使うのは牛ももか肩ロースがおすすめですが、本日は牛ももを使っていきます。牛ももは脂身が少なくて、かつ栄養価が高くて、牛の本来の味を味わえるものとなっております。また嬉しいことに価格が安いのでおすすめでございます。では調理を始める前に、まず牛肉を冷蔵庫から出して2、30分置いて常温に戻していきます。こちらが2、30分常温に戻したものになります。でこちらに塩と胡椒を振ってすり込んでいきます。次反対側すり込んでいきます。でこの時横もすり込んであげてください。はい、これですり込みが終わりました。そしたらフライパンで焼いていきます。ではフライパンでお肉を焼いていきます。まずフライパンに油を敷いて中火で熱していきます。ではフライパンが、ね、温かくなってきましたので、お肉を入れていきます。お肉はこの側面を3分ずつで、こちらの面の広い部分を5分ずつ焼いていきます。ではお肉入れていきます。まずこれで3分焼きます。で焼き上がりましたので、そうしたらアルミホイルに取り出して包んでいきます。この時にお肉が熱いので、やけどには注意してください。で包みます。なるべくとアルミホイルがぴっちりするように包みます。そうしましたらこの状態で10分から20分放置します。はい、では時間になりましたので、アルミホイルを外してみたいと思います。こんな感じに出来上がりました。では切っていきます。はい、今回は手作りなので、ローストビーフを少し厚めに切っていきます。はい、では切れました。そしたら器に盛っていきます。では盛り付けてみました。本日はベビーリーフとミニトマト、であとこちらに粗塩ですね、乗っけて盛り付けてみます。こんな感じで盛り付けていただくとおしゃれに出来上がります。本日はフライパンで簡単にできるローストビーフご紹介しました。ぜひクリスマスに作ってみてください。